皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。今日は公立の静岡中央高校の通信制の入学者募集のお知らせをします。公立の静岡中央高校2023年度の通信課程の入学者の募集を行います。募集期間は3月19日から3月28日。応募資格は原則県内在住で中学校の卒業見込みの方、または卒業した人、高校からの転入希望者、高校中退者、このようになっています。出願書類はそれぞれの区分によって異なっているので説明会が行われます。説明会は1月の29日の日曜日、2月15日の水曜日午後2時からとなっています。3つある各キャンパスで行われます。中央キャンパスですね、それから東部キャンパス、これ三島朝陽高校内にあります。そして西部キャンパス、これは新井高校内にあります。これ、応募したいなと、受けたいなという方はそれぞれの3つのキャンパス、こちらに連絡して問い合わせをしてみてください。今回は静岡中央高校の通信課程の募集、このお知らせをしました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。